はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語現在進行形丸2疑問編をお送りします。で、前回からね、この現在進行形について始まって、これが2本目、今回はね、疑問編ということで疑問文を作っていきます。質問する文だね。で、まあ、今回ポイントがなしで、問題が1番から9番までありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、少し問題を確認してもらってね、もし分かんない問題があれば今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から答え書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、まあ一応ね、現在進行形の勉強をするので、作り方復習ね、一応口で言っておきましょう。現在進行形、まあね、進行形っていうやつの作り方は B 動詞プラス一般動詞 ING です。いいね、 B 動詞プラス一般動詞 ING、まあ、詳しくはね、前回の動画見てみてください。で、まあそれを使ってやっていくんだけど、まず1番、トムはギターを弾いています。で、これはまあほにゃららしています、なので現在進行形だよね。ただ今回のタイトルの疑問ではありません、普通の文です。なので普通に書きます。いくよ。まあ一応カットしようね。トムがあるからカットして、 The guitar があるからね、ギターカットしておきます。で、進行形はまず B 動詞で、トムにくっつく B 動詞は is だね。で、あ、また青にしようかね、 B 動詞と ING のとこね。よいしょ、ちょっとごめんね、汚くなっちゃうけど、よいしょB 動詞にで play を使って、それに ing をつけます。 Tom is playing the guitar って感じだね。で、それを疑問文にします。トムはギターを弾いてますかって。で、まず確認しなきゃいけないのは、ほにゃららしていますかって書いてあるから、現在進行形を使う、それの疑問になります。で、実はね、現在進行形の疑問ってめちゃくちゃ簡単です。なぜかっていうと、これさ、 B 動詞使ってるじゃん。だから B 動詞前に出すだけなんだよ。どういうことかっていうと、 is を先に書きます。 is ね。で、 Tom、まあ、人の名前なんで大文字は変わらず Tom で、この位置に playing を使って、Is Tom playing the guitar? って本当に is を前に出すだけです。それで疑問文できるからね、まあ本当に簡単に覚えてください。で、返事の仕方も今までと同じです。 Tom 男の子だからね、 Yes he を使います。男の子なんで。で、 is を使って質問してるから、 Yes he is と同じく返してください。で、 No も同じです。まあ、トムなんで、he で、is を使って、no だからね、isn't になって、no he isn't みたいな感じになります。いいね、これが現在進行形の疑問文の作り方。ではね、その流れでいきましょう。4番。マリは今お茶を飲んでますかっていうね、俺もほにゃららしていますかなので、現在進行形でいきます。で、主語がマリじゃん。だからまあ一人だよね。なので使う B 動詞 is ってわかるので、is を先に書く。で、ここにね、主語、あ、マリーになっちゃった。ちょっと待ってね。Y 書こうとしちゃったね。マリー。で、飲んでますかって、飲むだからドリンクだよね。で、ドリンクに ing をつけてドリンキング。で、お茶。だから、ティーだね。で、これで Is Mari drinking tea? で、マリはお茶を飲んでますかってなる。で、残りね、何度も出てきました、この今があるから、一番最後に Now をつけてください。これで完成です。いいね。で、返事、今回マリは女の子なので Yes She になります。で、 Is を使ってね、質問してるから同じく Yes, she is で、 No の時もマリが女の子だから She で、
イズに否定をつけて isn't、 no she isn't って感じになります。で、6番、彼はまだ寿司を食べてますかっていうね、どんだけ食べんのみたいな感じだね。まあ大事なのはこのまだです。初登場だね、まだはね。で、まず主語は彼はだから he だよね。で、疑問文ほにゃららしていますかっていう進行形の疑問だから、スタートは is になります。いいね。で、まあ彼はだから he、 あ、さっきもカットするの、あ、カットなかったんだね。ここ一応寿司があるからごめん、寿司だけカットしておきます。で、次に食べてますかって言いたいから eat じゃん、食べるって。で、ing をつけて eating ってしたいんだけど、こいつ先に発動します。まだ、この単語覚えてね、まだって。色ちょっとね、2色しかないんであれなんですけど、まだっていうのはここ still と言います。 still です。で、先に書いちゃうね。で、eat 書いて、こいつに ing をつけて is he still eating sushi っていう感じになります。で、この still は、まあ、まずね、まだって書いてあったら still って覚えてほしいんだけど、入れる場所に注意。進行形の時にまだを使いたかったら be 動詞と ing の間に入れてください。だからもし彼はまだ寿司食べてますって肯定文ね、あの疑問ではなくって、まだ寿司を食べてるよって言いたかったら he、 ここ入れ替えるからね、He is still eating sushi ってなります。is と eating の間に入れてください。なんだけど、今回ね、is が前に出てきちゃったから、この位置に来ます。ね、この still の使い方もお願いします。で、答えはね、もう he ってわかってるから、そのまま yes, he is となるし、no に関しても no, heちょっとこれ isn't っていう感じになります。で、最後の質問から8番、男の子たちはまた走ってますかって。え、あの子たちまた走ってんのみたいな感じだね。これ基本的にね、まただからね、こっちまだだけど、で、まあこのまたの使い方も覚えましょう。で、まず男の子たち、 the boys があるから、これカットしておきます。で、走っていますか、まあ、毎度おなじみね、進行形の疑問になる。で、主語が複数形、いっぱいいるね、the boys。なので、ここ。be 動詞は、あ、間違っちゃった、また色ね。よいしょ。be 動詞は、are になります。複数形だとね。で、走る。だから、run。で、ing つけるときね、run は n が1個ダブります。で、running となって、一番最後に、このね、また、発動したかったら、一番最後に、こういう単語、again と言います。よくね、歌のタイトルとか歌詞に使われるね、again です。これがまたになります。さあ、あの、またを使うときは最後ね、again はね。で、返事なんだけど、今回 the boys なのでいっぱいいるでしょ、だから彼らはって言いたいんだよ。つまり返事するとき they になりますね、意外と忘れやすい they です。で、 be 動詞は are のまま yes they are となります。で、 no も no they aren't、 こんな感じだね。まあこれが現在進行形の疑問文の作り方となります。まあ、still とかね、again とかちょっとした単語も出てくるので、よかったらね、その使い方も覚えてみてください。では、今回は中学校1年生の英語現在進行形丸2疑問編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう1個あります、進行形で。次はですね、コラボ問題、疑問詞とのコラボで、疑問して何かっていうと、俺がよく WH 族っていう What とか、まあ Fen とか Who とかね、いっぱいあったよね。それとちょっと前に勉強した How です。
あの辺がね、疑問詞って言うんだけど、それとすごくコラボしやすい、進行形は。なので、まあ、そのね、コラボ問題やっていきますんで、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。